はい、どうも皆様、長澤です。ついにですね、プレイステーション5が、2020年の年末に発売されるという、確定の情報が来たみたいなので、今回発表された情報をまとめてみました。なのでそちらの方を今から紹介していきます。よろしくお願いします。まず PS5 は2020年の年末に発売で、値段とかはまだ明らかになってませんね。で、肝心なのはスペック、レイトレーシングは GPU で処理できるみたいです。このレイトレーシングは何なのかと、軽く説明すると、グラフィックがすごい綺麗になるやつですね。はい。ただその分重い。今自分が使ってる PC RTX 2080 Ti っていう、かなり値段が高くて、スペックも高い GPU 使ってるんですけど、この RTX 2080 Ti でもね、少々重いですね、やっぱり。で、それを PS5 では、GPU で処理できるみたいなので、かなりスペックも上がってるんじゃないかなと。で、それに加え PS5 では SSD が採用されるみたいです。で、この SSD についても説明すると、 PS4 についてるのはハードディスクドライブなんですよね。で、このハードディスクドライブより、SSD の方がデータの読み込みが早いです。はい。これはもうめっちゃ早い、 SSD の方が。だからこれも良かったっすよね。で、しかもこの SSD、 なんかインストールをカスタマイズ可能になるみたいです。例えばゲームのマルチプレイヤーのキャンペーンだけインストールして、後でシングルプレイヤーの部分だけインストールすることができる。すべてインストールしてシングルプレイヤーのキャンペーンを遊び終わったら、そのシングルプレイヤーのキャンペーンだけ削除するようなことも可能と。これすごいね。だから容量を節約できるだよね。ありがたいな。で、ユーザーインターフェースも変わると。これも個人的にはすごいいいですね。 PS4 のユーザーインターフェース、そんなに見やすくなかったからな、あれ。友達のアクティビティや、その時どんなゲームをプレイしているのかを見ることができる。どんなシングルプレイヤーのミッションを楽しめるのか、どんなマルチプレイヤーのゲームに参加できるのか、個別のタイトルを起動するまでわからない。この点で時に動きがないように感じられることがあった。だが PS5 では全てが変わる。確かにゲームの起動は非常に早いですが、だからといってプレイヤーにゲームを起動してもらう必要はありません。何が起きているのか確認して、それからゲームを起動する、それだけです。だからゲームを起動する前に何が起きているのか確認できるってことか。参加可能なアクティビティは、マルチプレイヤーのゲームサーバーからリアルタイムでゲーム機側に通知されます。シングルプレイヤーのゲームの場合、どんなミッションがプレイ可能なのか、それを終えたらどんな報酬を得られるのかといった情報を表示します。これらすべてが UI を通して一目瞭然なので、あとは好きなものを選んで楽しむだけなのです。すごい便利になってるってことが、ありがたいね、ユーザーにとっては。ね。で、音声アシスタントを搭載する可能性、これなんかあったなぁ。なんか音声でアシストしてくれるみたいですね。PS5 は。で、コントローラーもなんか、やっぱ変わるみたいですね。デュアルショック4から、デュアルショック5に。このデュアルショック5は、これまで以上にリアルなゲーム体験を楽しめるみたいです。一つが、アダプティブトリガー。で、このアダプティブトリガーは操作に応じて多段階の反発力が生じるらしい。例えば矢を射ようとすれば本物の矢を引くような張力を感じられる。マシンガンを撃てば明らかにショットガンとは違った反発力が得られる。またハプティック触覚によるフィードバックは従来のモーターによる振動よりもさらにリアルなものになる。これはコントローラーの左右のグリップに高度にプログラム可能なボイスイルモーターを内蔵していることによるものだ。ちょっと難しいけど、
まあ、要はデュアルショック5はもうすごいパワーアップしてると、まあ、その分でも値段も上がりそうっすよね。あまりコントローラーの値段は上げてほしくはないかなって感じしますけど、パワーアップしたデュアルショック5がどうなるのかも見てみたいよな、これは。またタッチパッド、でもタッチパッドはどっちにしろつけなきゃいけないんだよね。PS4 の互換があるからな。で、次世代グランツーリスモスポーツから見えたこと。サーキットとダートコースとの境界上を走ってみたところ、それぞれの地表の違いを感じることができた。同じことを PS4 のコントローラー、デュアルショック4で試してみたところ、こうしたリアルな感覚が全くなくなってしまった。以前の振動によるフィードバックが劣っているわけではなく、全くフィードバックがなかったのである。ユーザーテストによると、振動によるフィードバックを受け続けると疲れすぎてしまうため、製品版のグランツーリスモスポーツでは採用されなかった。コントローラーもすごいね、進化してるみたいですね、これは。あ、で、これだよ。まあ、やっぱりね、我らユーザーからするとね、まあ、ハードよりもどっちかっつうと、ソフトの方が重要じゃないですか。ゲームソフトね。で、すでに多くのスタジオが PS5 の開発キットを手に入れているみたいですね、現状。で、ブルーポイントゲームズっていうなんか、リマスターとかリメイクを作ってるスタジオがあるみたいなんですけど、そのスタジオもね、かなり大きいゲームを作ってると。うん。で、これが何なのかね。最近、よく、デモンズソウルのリマスターの話、皆さん聞きません？デモンズソウルリマスター。俺、それだと思うんだよね。まあ、デモンズのリマスターはちょっともう毎年なんか情報出てるからな。今更、こういうこと言うの、なんか、多分デモンズ臭くないですかね、これね。ただ正直デモンズをリマスターするなら、まあ、リメイクにしてほしいって感じはしますけどね。ただグラフィックが綺麗になっただけじゃな。ちょっとデモンズソウルは不便が多いからな、あれな。まあ、こんな感じですかね。ただ、2020年の年末に発売されるのがまあ分かったらいいっすね。うん。まあ、日本はどうなるか分からんけど。日本もね、PS4 の時あれだったんだよな。結構遅れて発売したからな。まあ、海外では2020年の年末に発売するけど、日本だと、まあ、その翌年になる可能性高いんじゃないかな。まあ、できる限り、まあ、早めに発売してほしいですね、日本でも。で、まあ、こっからまあ個人的な話になるんですけど、まあ、やはり僕はね、まあ、今年の2019年の E3 で発表されたエルデンリングあるじゃないですか。あれね、どうなるんだろうな、発売。時期がわからない、全く。全くわからなくなっちゃったんだよね。あれもすごい楽しみなんですけど、発表された当時はね、もう2020年の3月頃に発売すると予想したんだけど、未だ情報が出てないってことは、もう3月に発売するのはありえないんですよね、現状。ただ、もう年末になるともうそれこそ PS5 が出るじゃないですか。うん、でね、年末はコールオブデューティーとかもうそこら辺の対策も出るからね、まあ、この時期に発売することはないんじゃないかなって、まあ、気はするから、もしかしたら、6月頃に発売するのかな ?6 月とか8月とかね。9月とかね。そこら辺なのかな、まあ、それかやっぱり、例年のフロムの、まあ、発売時期見る限りだと、やっぱ3月頃になるのかな ?2021 年の。2021年3月頃に PS5、PS4 版、どっちも出すとか、うん、ありえそうですね。まあ何にせよね。まあ2020年はかなり忙しい年になりそうですね。PS5 だけでなく、なんか次世代 Xbox も出るとかいう話ありますからね。まあ今からすごい楽しみです。あとまあ、金を貯めよう。多分この PS5 は高くなる。まあ高くなるんでね。金をきっちり貯めて、まあ今から PS5 に備えましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。